こちらがお借りしてきた電動キックボードですちょっと近くで見てみようと思いますが後ろにはですねちゃんとナンバープレートもありまして、うん、操作しますねはいはいウィンカーもこうしてあるんですで、ね、松井さんこれ近くで見て大きさどうですかいや私思ってたよりだいぶ大きいなと思いました、ね、そうですよね、えー、あ、なんか 自転車なんだかバイクなんだかっていう感じですよね、うん、どっちなバイクのような自転車のようなっていう気がしますね、はい、ですよねでこの電動キックボードなんですが改正された道路交通法が施行されます7月1日、うん、1> 今週の土曜日から扱いが変わっていきますでこれまでは分類上は原付バイク 運転免許が必要ででヘルメット着用も義務でしたただ、シェアリングサービスについてはヘルメットが免除などちょっと分かりにくい部分もあったんですが、えー、では、これが来月1日からどうなるかといいますと最高時速20キロ以下など基準を満たした電動キックボードは特定小型原付きという新しい分類になります。16歳以上であれば免許は不要 ヘルメットも自転車と同じ努力義務というふうになりますまた時速6キロ以下にするモードにするなど限定的ではありますが歩道で走ることもできるんですねうんあの二月さん乗ったことがあるとおっしゃってましたね、はい、もうあのシェアサービス始めてすぐ借りて乗りました、はい、楽しいですよあそうですか <laughs>、うん、便利ではあるんですよね便利ですねただねこれを掘り付ける国土交通省が これは原付バイクなの自転車なのってずっと迷ってたんですよ。でも確かにそうですよね。この運営を見ても、それで今度から来月からはもうこれは言ってみればあのあれですあの電動自転車と同じ扱いにしようというふうになって自転車に近づいたということなんですが、ただ注意していただきたいのは、うんはい、あのバイクも自転車もあの安定性はこの タタイイヤヤの幅の幅大きさに比例すするんですよそう考えたらちょっとタイヤか私も乗った時に、うん、例えば段差を乗り越える時にふらつきます<ー>それから歩道を走った時に歩道のブロックがあるとやっぱり揺れるということがあるので、うん、やっぱりそれなりに注意して乗っていただきたいというのが希望ですよね確かに安定性のことを考えると本当に注意が必要ですし、うんはい、それから飲酒運転も絶対だめということですよね。はい